メイ列車で行こう。特急やくも。特急やくも、山陰本線出雲市駅と、山陽本線岡山駅を、白尾線経由で結ぶ遠洋連絡特急。時は1972年3月、山陽新幹線岡山開業により、岡山駅から出雲市、松田駅間で、特急、やくも、の運転が、4往復で開始された。当時、白尾線はまだ電化されておらず、国鉄181系機動車が、使用されていた。1973年には、やくもが、6往復に増発。1975年には、機動車特急としては初となる L 特急に、指定された、181系やくも。登場からわずか10年、やくもに、大きな転機が訪れる。381系、特急型電車の、登場である、待望の新型車両、しかも、白尾線電化による電車特急の、導入である。白尾線電化の際、上越新幹線開業で、余剰となる183系1000番台を、占領する計画もあったが、白尾線では曲線区間が、多く、電車化による時間短縮効果が、得られないことなどから、この計画は取りやめとなった。ここで、381系電車について、解説していく。日本の鉄道路線は、地形上の問題から勾配や、急カーブが多く、出力の増大によるスピードアップには、限界があった。そこで国鉄は、曲線通過速度を向上させることを、木造に1970年に繰越式電車591系を試作し、各種データの集積を行った。その実績をもとに、営業列車用として、1972年に本系列を開発し、翌1973年から中央本線特急、しなのに投入した。その後、1978年に、阪和線、紀勢本線特急、黒潮、1982年に、白尾線特急、やくも、にも投入された。やくもに381系電車が、投入され、松田駅まで運転されていた特急やくもは、すべて、出雲市駅行きとなった。9両編成として導入された381系、特急やくも、しかし、9両編成で運転された区間は、ごくわずかなものであった。